はい、皆さんこんにちは。本日は、令和元年5月4日土曜日ですね。今夕方です。これからね、雷雨が来ますね。雷が鳴っておりましてですね、ご覧のようにですね、雨雲がやってきてます。で、今日はですね、午前中は、天気良かったんですよ。結構青空も出ましてですね、結構飛行機も見えたんですけども、午後になりましてですね、夕方になりましてね、雨雲が立ち込めてきて、やってきておりましてですね、雷も鳴っております。もう少し降ってきましたね。で、それで今日ですね、一つだけお知らせというか、いいお知らせなんですけど、新しいカナリア軍団の方がね、カナリア軍団にですね、メンバーにですね、一人入ってくれました。チャンネル名はですね、ちょっと難しいんですけどね、ホロニックビジョン研究所、ホロニックビジョン研究所さんですね。で、山形の方なんですけどね、お医者様なんですね。お医者様で非常にその科学的にいろいろ分析することが我々と比べてずっとできる方のようでですね、非常に心強くてですね、これから期待しておりますけど、ウナチンさんの方からね、ウナチンさんがまず連絡を取ってくださいましてね、で、私の方に連絡先を教えてくださいましてですね、で、それで紹介してもらってですね、私の方からも今朝連絡取ったんですけども、で、それで快くですね、一緒にやってくださるということで、皆さんにね、カナリア軍団の方にね、紹介しますので、ホロニックビジョン研究所さんのですね、チャンネルのアドレスはですね、例によってその説明欄の方に、載せておきますので、ぜひですね、ぜひご覧ください。そしてまたいろいろとね、コメントを書いてくださいもらってですね、いろいろ連絡取ってください。これから一緒にやっていければと思います。やっぱり我々の普通の人間がね、ああだこうだ考えても限界もあるんですけどもね、やっぱりそういう、その科学的な考え方とか分析方法でね、ちゃんと リズムでやってくださるっていうのはとてもありがたいことですけどね、いろいろとこれから助けてもらえるんじゃないかなと思うんで、どうぞよろしくお願いします。で、それ以外にもですね、皆さん、メンバーの方はね、それぞれ頑張ってですね、空を見て観察して、飛行機を見て特定してくださってですね、ありがとうございます。だいぶ分かってきたこともありますよね。これから頑張っていきましょう。ということで、ちょっと雨もざっと降ってきたんですけどね、今日はちょっとそういうことで、新しいメンバーのお知らせをさせていただきました。では、ありがとうございました。